おはようございます。おはようございます。はい、今日はですね、福島県側から尾瀬の日内ヶ岳に、ね、入りますね。ここは三池の駐車場ね、三池駐車場に来ました、ね、まだ朝早いですが、はい、今日はね、夏休み初めの日曜日、日曜日ね、なのでね、結構ねお客さんいっぱいというか車いっぱいですよ、うん、ね。でね、天気もねちょっと心配してたんですけどね、梅雨のまにまにでなんか良さそうですね、坊ちゃん、うん、ね。まあ、そんなことでご案内したいと思います。はい、それではこれから日内ヶ岳三池駐車場から広沢田代、そして日内ヶ岳の頂上まな板蔵と芝安蔵へ行ってみたいと思います。レッツゴー。最初はね、はい、三池の駐車場からこの木道がちょっとしばらく続くんですね、ポンちゃん。木道。で、ここでね、ポンちゃん。はい。向こうへ行くと、尾瀬のね、日内をね、ぐるーっと回って、尾瀬ヶ原。おぉ。8.9 キロだからね、結構ありますよね。結構あるね、8.9 キロ。で、ここから曲がっていくとね、日内ヶ岳。はい。ね。4.5 キロ。今回はこの日内ヶ岳の方行きますよ。はい。日内ヶ岳。はい、よろしくお願いします。まあ、こうやって湿原で水が流れて美味しそうなでっかい葉っぱが、何の葉っぱかわからんけどな、うまそうやな、うん、これうちの1ヶ月分の野菜みたいな一枚でな。でもあんまり虫食いされてないから。食べれんか。食べれるかもしれないけど。食べれるかもな。滑りそうやな。ほら、ここにもいっぱい野菜がさ、野菜のようになっとるで、ポンちゃん。野菜の葉っぱ。野菜のようになっとる。水が流れとるよ。うん、な。でも標高が高いから川の水は流れてこないんやって。そう言って書いてあったな。うん、だから池塘がいっぱいできとるよ。うん。おう、ポンちゃん。ポンちゃん。大岩の上にな。岩にヒノキさんが生えとるで。ヒノキさん。はい。すごいな。石の上にも3年どころか、石の上にも100年やろ、これ。うん、木道は滑りやすいで、ポンちゃん。木道は。傷んどるな。傷んどるね。はい、ポンちゃん。うん、今ね、木道さんをずっと来たんですけど、ここからね、木道さん。うん。岩学校みたいな、岩の登りに入ります。うん、これ登るとね、広沢田代。広沢田代。はい。ね、そこまで行っていますよ。この間 GoPro 落としたとこかな、もしかして。それもうちょっと上。もうちょっと上。はい。じゃあ行ってみます。これは偉い坂や、ポンちゃん。あ、いやいや。岩学校やな。岩学校によく似とるっていうか。そう、ポンちゃん。ここは木道道。木道道。はい。広沢田代につながる木道道ですね。はい、これを行けば、広沢田代。泥ぐちゃやな。泥ぐちゃや。うん。これはな、ぽんちゃん。はい。ほら、広沢田代に出ましたよ。広沢田代、すごいね、あんちゃん。広いね。広いすごいな、ポンちゃん。まるで楽園やな。いや、気持ちいいな。
気持ちええで、ポンちゃん。あんちゃん、綺麗ね。あ、ポンちゃん。三池の駐車場からね、ここ5号目なので半分ですね。はい。半分来たの、半分来たで、ポンちゃん。この日内ヶ岳はな、あれや、広沢田代とな、熊沢田代いう、大きい湿原を抱えた山や。なのでな、ちょっとな、言葉失敗するで。そう。湿原。だいぶ登ってきましたね。あそこからちょっと登ってきた、ね。ああ、三池な。あそこ三池や、ポンちゃん。その通りやで、ポンちゃん。うん、ここを降りるとね、熊沢田代ですよ。ね、ポンちゃん。広いね。ここが熊沢田代。ここ熊沢田代や。で、あそこに見えるのが、日内ヶ岳の頂上。日内ヶ岳山頂の、あそこはね、まな板蔵。まな板蔵。はい。今日はもう一つの芝安行くで、ポンちゃん。芝安蔵。な。はい、おー、熊沢田代、ポンちゃん。な。綺麗ですね。暑くなくていいな、ちょうど。ちょうどええよ、ポンちゃん。止まったら寒いぐらいかもしれん。おや。頂上で止まっとったら寒いかもしれんな。あんちゃん。田代さん。熊さん、田代さんね。うん、熊沢田代。広いね。涼しいね。お日様が池塘に映って、まるでお月さんみたい。池塘の中にお日様。いや、ポンちゃん、今6号目を超えましたよ。6号目。な。はい。熊沢田代からね、6号目、そして7号目ぐらいまではこの木道山が続きますね。木道山。滑りされる。濡れてると木道山一番怖いね。怖いね。はっきり言って。はい、うん。あんちゃんも転んだことあるね。うん、あ、酸化用や、あんちゃん。おお、酸化用や、ポンちゃん。白いけど、透明くないね。うん、はい、ポンちゃん。ポンちゃん。ここはね、設計残っておりますよ。設計残っておりますよ。はい。まあ。わ、すごいね。もうね。かなり8合目に近いところになってますよ。あ、ほら、あんちゃん、そこにも小ゴミちゃんがいっぱい。小ゴミのでっかい。あ、これもほら、タラの芽やろ、これ。タラの芽やな、ポンちゃん。そう、当たり？当たったよ。当たった。タラの芽さん、タラここにいた。そんな歌はないで。まあ、ええやろ。ないか、ポンちゃん。え？大設計ってほどではないですけどね、設計残ってますよ、ポンちゃん。設計残ってますね。うん。まあでもね、雪がね、もう踏み固められて、うん、足跡もしっかりついてて、まだ崩れる手前なんで、うん、まあ愛禅はいらないかなと。うん、危なくはなかった。うん、そういう感じですね、ポンちゃん。踏み抜きだ。踏み抜き？怖いな。まあ踏み抜くとこ以外は踏み抜かんやろ。その通りや。ポンちゃん8号目来ましたね。8号目。な。それで今ね、熊沢田代がね、あそこに見えるでしょ。見えますね。今、設計登ってきたね。設計登ってきました。これからね、ガレバ。ガレバです。ガレガレバよ。ガレガレバ。これからね、噴火のガレバの頂上近くね。ガレバがあるけど、直進しないでくださいって書いてある。そうなんよ。このね、この設計をまっすぐ降りて間違ってしまう人が結構多いそうだよ。あの、熊さん田代行くときはね、どっかでカクンと、枝に曲がったところがあるんだけど、特に雪があるとね、それは分かりづらいんですよ。この道がそうなんよね。そう、ここが迷うところ。いや、ポンちゃん。ポンちゃん。ここが9号目。うん。あと1号や。うん。まあそういうことでな。うん。もう1号行くで、ポンちゃん。いや。ポンちゃん。あんちゃん。来たね。もうちょっとかな。このね、ガレバをね、登り切ると、まな板さんだと思うよ。まな板さんか。うん。まな板さん来たで、ポンちゃん。これは。え？これはピーク？もう一つのピークは芝安さんや。ワンピークか？ワンピーク、ツーピークで。はい。こ
これはちょっと、あ、ダメだ。後ろ足、キック。よっ。そや、とんちゃん。今の要領やな。後ろ足、キック。そうするとな、力使わんやろ。うん。こういう感じや。ほら、来たで、ポンちゃん。どこやんちゃん。まな板に。まな板か、これ。まな板や。あ、そうそう。うん。まな板さんや。ほら、見えたで、ポンちゃん。ここはまな板さんや。日内ヶ岳のな、ワンピークや。はい、うわ、人も大きい。お瀬沼か、あれは。あれ、お瀬沼や。お瀬沼よう見えとるで、ポンちゃん。こっちはね、まな板ぐらい言うんですね。うん、はい。書いてないよ。書いておるよ。もうちょっと行けばな、あるよ。日が当っとるで。あったやろ。おお、今日はええな。この間よりよう見えとるで、ポンちゃん。うわ、すごいね。うん。で、あとは、あっちは大勢湿原。ね。ここにあるよ、ポンちゃん。三角点。ダーチ。ポンちゃん。ありがとう、あんちゃん。おめでとう。ここがまな板さぎや。やった。やったね。ケイチがだけ。ケイチ。皆さん。掃除法、まな板蔵。まな板蔵。ね。なんでまな板かわかりません。わかりました。ごつごつまな板。尾瀬沼から尾瀬の湿原がね、よう見えとるで、ポンちゃん。こんなに。な。じゃあ、ポンちゃん。もう一頑張りで芝安さん行くで。はい。な。どこですか？うん。よく来たね、ポンちゃん。あら、ポンちゃん。あんちゃん。珍しくね、ハイマツに花が咲いてるよ、ほら。赤いのがついてるね。うん。これ花やね。これ実になるんだもん。そうや。珍しいな。あ、ほら。ハイマツの花畑や。ここはよう見ると、ハイマツの花畑やで、ポンちゃん。なあ。うん。これは珍しいものを見たで。かわいいね。これが松ぼっくりになるんか？これがちっちゃい松ぼっくりになる。うん。こうか。芝安蔵の頂上手前で、向こうがまな板蔵。それで、ここにね、ミヤマキンポウゲ、咲いてますよ。ほら、これね、多分そうだと思うんだけど、詳しい人は違いますよって思ってるかもしれんね。まあ、それはそれでええで、ポンちゃん。うん、うん、岩室や。ほら、ポンちゃん。岩室。風穴。あ、涼しいで、ポンちゃん。ほんまに風穴や、ポンちゃん。ほら、音がな、違うで、ポンちゃん。あ、すごい。天然のクーラーや、ポンちゃん。すごいな、ほんまや。風穴になっとる。なあ、これスースーしてるね。というか、冷たいというか。寒いぐらいや、これ。寒い。全然違うで、ポンちゃん。空気が。すごいな、あんちゃん。うん。風穴、どこに釣っとるんやろな。うん。多分、ここ、火口なんだな、そうしたな。うん。こっから、ボボーンってガスかなんかが、噴火の当時は出とったやろ。うん。それがほら、今は噴火しとらんから、うん、風だけ吹いてくるんや。うん。ね。日内ヶ岳山頂、芝安蔵。2356メーター。2356。はい。東北一や。東北一の2356メーター。山頂、ダッチ、ポンちゃん。やった。遠くで一番高いところに来ましたね。2356メーター。2356メーター。登ったぞー。登ったぞー。ありがとう。ひうち。ありがとう。ひうちさん。ひうち万歳。万歳ひうち。ほら、いっぱい、シャクナゲさんがね、いっぱい咲いとるで、ポンちゃん。で、こっちがね、尾瀬沼よ。尾瀬沼。うん。尾瀬沼方面に降りるとね、こっから降りるんやね、ポンちゃん。ここから？うん、こっから降りるんよ。そうすると、多分下がね、東電小屋のところだと思うのよね。でも、あそこがちょっと危険地帯。ほら、あそこに小屋が見えるやろ。あ、見える。あそこに降りるんよ、こっから行くとな。
で、あそこから今度、ほら、あの山をまた越えて、うん、池行くの大変やろ。うん、だから、もう一回まな板さん、まなぐらさんに戻るで。まな板。まな板だったっけ？まな板。沼きれいね。ここがな、あの、懐かしい歌の、あるかなおぜ。遠い空。そうや。遠い空や。遠い空やな。うん。そこに来ましたで、ポンちゃん。あんちゃん来たな。来たで、ポンちゃん。尾瀬が一目で見えるという見渡せるな見渡せるというああ区別はその正面からああ、そこに見えるちょうど雲にはい、ここはね、まな板から長栄新道に向かってるんですけどちょっとね、この上の部分ロックラですねロックラ岩金梅とかね、咲いてるしね。ロックラですよ。下がすごいね。こう、多分これ噴火で、ここがくぼみになってるから、火口だったかもしれませんね。で、今、ここに、ポンちゃん山、降りております。ね。よっしゃ。行くで、ポンちゃん。はい、あれが尾瀬沼ですな。尾瀬沼ね。尾瀬沼。尾瀬沼。尾瀬沼方面、彫像小屋へね、レッツラゴー。あそこ目指すんやね。あそこ目指すやで。はーい。今ね、長栄新道の方に降りてます。ね、はい、最後のね、まな板蔵のとこはね、ちょっとガレ場。ね。ガレガレです。はい。そういうことでね、ここは9号目。おう、ポンちゃん。ポンちゃん。今ね、これ芝安蔵とまな板蔵にガスがかかってガスガスでね、さっきね、僕ら登った時めっちゃ晴れてたでしょ？うん、晴れてた。すごいいいタイミングだったね。まあ僕らにとってはね。うん、ガスかかった。てっぺんの方。はい、ほら、なんかこれ彫刻みたいよ、ポンちゃん。綺麗ね、あんちゃんね。その中にね、シャクナゲさんがドアップで、こんななってね、咲いてますよ。下から撮ってみるか、あんちゃん。しかも、シャクナゲとシラビソと彫刻のね、ポンちゃん。うん、このハーモニーがさ、素晴らしい、ね。素晴らしいと思わない？うんね、なんて名前をつける、うん、これはね、日内ヶ岳の舞。これは日内の舞や、ポンちゃん。日内の舞？そうや。なんか舞ってるように見えない。こうね。な。日内の舞や。ほら。下にな、足も出ててな。うん、向こうに手も出とるで。手も出とる。なあ。これは日内の舞や。日内の舞。なあ。みんなこの日内の舞を見に来なあかんよ。見に来なんだな。な。木が舞っとるようや。うん、なあ、この、もともとは多分これ、松の木か。うん、折れたんやな。なあ、だと思うよ。それがこうなってな。うん、すごい珍しいで。ね。日内の舞や。な。うん。しかもそこに白びそと。白びそと。尺投げと。尺投げと。ね。うん。はい。次はビールの舞や。はい。はい、ここね、赤なぐれのちょっと上のところね。はい、こっから、ビール振動。いや、違ったな。ビール飲みたいね。長栄振動の方へね、この階段降りて、行きます。ポンちゃん。ここはね、長栄新道の7号目やそうや。7号目。うん。長栄新道はね、急なところはそんななくて、どちらかというとダラ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 っていう、ずーっとダラダラ道。ダラダラ道？うん。まあだからね、登りやすいといえば登りやすいし、降りやすいといえば降りやすい。まあその分ちょっと距離は長いんだけど、はい。長栄新道ね、今ね、まな板蔵から 4.5 キロ、降りてきました。で、この先ね、800メーター行くと、尾瀬沼ビジターセンターってあるんよ。はい。そこは生ビールやで。はい。ポンちゃん。はい。生ビール来たで。はい。あと800メートルや。はい、ここね。まあ一応動物がね、この先はい、出たり入ったりしないようにってことなんですけど、まあそういう感じで。動物柵です。ね。でも熊さんは来るやろな。
ほら、ポンちゃん。これが尾瀬沼。尾瀬沼。降りてきたとこね。向こうに見えるのが尾瀬沼。ね。行くよ、ポンちゃん。あやめさんも咲いとるで、ポンちゃん。そこに。ほら。ね。こんなですよ。ね。ポンちゃんさん、はい、お弁当。今日のお弁当です。エベス、エベス、はい、頑張ったね。お疲れ山。今ね、ここの醸造小屋の売店さんでビール買ったね。ああ、やっとのお昼ですよ。ちょっと遅めのお昼やけどね。今2時でしょ、ね、まあでもまあまあやね。